おはようございます。わがんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、だいぶこう暑くなってきていますけどもですね、その、えー、あれですね、無理せずクーラーを入れましょうということをこう言いたいかなというふうに思います。まあ、例えばこう昼間、なんかこう家でね、こう、のんびりしてるのにね、 こうプラスクーラーを入れるのはちょっとこう申し訳ないなとか電気代がもったいないとかねい、えー、いるあるなんかそういうのを思ってしまうこともあるかもしれないまあ最近はそういうのなくなったんですかねどうなんですかね昔なんかはね 結構ご年配の方はなかなかこうツッコーラーかけるのはなかなかもったいないなみたいなねえ気持ちがあってこうクーラーに入れないっていう方もこうちょっとおられたりするんですけどもえーそういうことはですねこう気にせずにこうクーラーをどんどんこう入れていただいた方がいいんじゃないかなとその方がやっぱ体もこう楽になるしやっぱりこうあまりこうあまりに暑すぎるとですねこう自分の体力もこう奪われてきますし 動きも鈍くなりますしそれだったらクーラーを入れてですねほんでこうあのー、涼しくしてこう活動のパフォーマンスを上げるという形をこう取った方がいいなというふうに思います。それでですね一回ね言っておられてお客さんで言っておられてお客さんのこうえー、っとそのおばあさんかな。 お客さんのおばあさんがですね、クーラーをそういうもったいないから入れれへんとかいうことじゃなくて、クーラーを入れると、こう、体がしんどくなるっていう方もおられるらしいですね。で、そういう方の場合は、やっぱり、こう、クーラーを入れられないんで、こう、扇風機で、 こうなんか氷を入れて風をこう送るそこに氷をセットして風を送って涼しい風を送るっていうようなこうそういう機会もあるみたいなんでその辺はこう工夫していただいてこう涼しさを保つということをしていただいた方がいいかなとはいうふうに思うんですけどもももったいないっていうよりもですねやっぱりこうまあ命の方が大事というかね えーやと思うんでねこう熱中症とかねそういうのには気をつけてもらわなあかんのでうちもね、えーまあ、高齢な、えー、両親、まあ、元気ではありますけども高齢な両親がいますんで、えー、ちょっとこう あればです、ね、もうクーラーバンバン入れるようにこうしてます。でそのクーラーを入れる時にですねその温度をあんまりこう低くせずにですねこう扇風機をこう併用するというかね、えー、そうするとこう結構こう省エネになるかなというふうに思います。だから、えー、気温気温じゃあのクーラーの温度がですね27度、えーまあ、8度やとちょっとまあ真夏やとのは28度でもいいんですけども。 で27度とか、まあ、してですねで扇風機をこう首振りでねこう回すとですねこ結構涼しい風がこう。 まんべんなく行き渡るというかそういう形になるんで結構設定温度がねクーラーの設定温度が高くてもですね、えー、涼しさを保てるということでいいかなというふうに思いますでこう部屋がねこう何部屋かあると思うんですけども1部屋であればね1人暮らしとかで1部屋であればそれでいいんですけども、えー、2部屋2部屋こう涼しくしたいなっていう時が こう設定温度を下げたくなるけどその,、えーそのね、基本的に1か所が涼しい状態であとはこう、えー、プラスアルファちょっと涼しくなってるような状態にこうしておくという形かなというふうに思いますうちなんかはそういうふうにしてますまあ2部屋台所と外今とですね、えー、そこにこうクーラーがこう。 クーラーラの風が行くようにして、で基本的に今にいるんで、えー、今はこう扇風機をこう回してまんべんなくこう涼しい形をとるということですねただこうまあ両親なんかを見てるとですね最初は暑いからこうクーラー入れて涼しいなって言ってるんですがすぐこう寒くなるらしくてそしたらですねまあクーラーすぐ止めてですねほんでこう窓をこうまた全開というかこう窓を開けて ほんでえー、そで涼しいクーラーのこう空気が残ってるんでそれであと扇風機で行ってでまた熱くなったらつけるっていうかそれを繰り返すというかだいた3三4 0分ぐらいかな1時間もしたらすぐにもクーラー消す状態になりますねうちやとね。で消してほんでえまたこうそこから1時間か2時間ぐらいこう。 その状態1時間半ぐらいかない状態になるとまた暑くなってですねここでクーラーを入れてってやると備えにねこう電気代むちゃくちゃかかるというよりはですね、えー、ある程度の時間の、えー、使用で、えー、涼しさをこう保てるかなとで、えー、夜はねこう夜もこうタイマーでねこうクーラーをかけてで寝ていると。 いうとこですね僕はですね2階になるんでですね、えー、なかなかこう夏はむちゃくちゃ暑いですね暑い状態になるんでもうこれはクーラーと扇風機のこの併用ですねこれをバッチリ使ってますねだからあのクーラーをかけて涼しい風がバンバン体に当たる状態で。 寝ていいる状態ととうことになります結構その扇風機の風をずっと体に当ててると良くないとはこう言われるまあ体が冷えるからかなんか分かんないですけども良くないとは言われますけどもそれ以上にね僕は寝れない方がこうしんどいんでですね、えー、しっかり寝れる状態風がですね扇風機の風が体に当たって、えー、体がこう冷えてでもですねその、えー、寝れる状態であればそれでいいかなというに だから睡眠をまず僕の場合は第一で考えています。で睡眠がしっかりとれて、でこう次の日しっかりこう動けるようになるんでですね、うんその、えー、扇風機の風うんぬんがどうこうっていうのは僕はもうほとんど気にしてない状態になっております。それでね、えー、ちゃんと去年もね、こう夏乗り切りましたし、えー、っていうのがありますからね、うん、それでいいかなというふうに思います。そしてまあまああと、 こう僕の場合やとこうランですねランとかまあ体の稽古とかそういうのはこうしっかりしていってこうえ体力はこう維持していく形をとるかなというところですね、うん、だからこう,うんやっぱりこうクーラーっていうのがねまあ、今の若い人ってどういう感覚なんですかねもう別に何も気にせずクーラーを入れるうような感じになるんですかねどうなんでしょうかねうん。 僕らの時代はやっぱりちょっとねこう昼間からクーラー入れるのはどうやとかねえ夜寝る前寝にくいからちょっとこうクーラーを1時間だけ入れるとかそれぐらいであとはなるべく使わないようにするというようなこう感覚があったんですけども最近のねこのここ何年間のこう真夏日でこうクーラーをどんどんこう入れた方がいいっていう風にこう。 なってますテレビでも,もう言ってますしで僕もそう思いますしで親を見てるとこう夏こう暑いのを我慢してるとこうちょっと弱ってくるというかねこう、うん、ちょっと元気がこう。 落ちてくるで横になってこうじーっとこう動かないようになったりとか、えー、そういうことがあるんでですねそれやったらこうすぐにクーラー入れてねこう快適に動ける状態をこう保っておいた方がいいなとで食欲がねちょっとこう落ちてきたりこうするとこう心配なんで、えー、その辺もこう考えてると。 でやっぱり僕はおすすめやっぱ冷やし中華かなと、うん、父親なんか見てると冷やし中華をこう、えー、食べてもらうっていうのがいいんかなというふうに思ったりはしてますでまあまあ朝はねこういろいろこう僕の、えー、作った ももののをこう食べててらったりしてるのと、まあ、甘酒ですね甘酒はこう去年の秋ぐらいからかなこう毎日こう飲んでもらうようにして僕は朝鍋で温めてですねでこう湯飲みに一杯ぐらいこう出してるんですけどもそれがいいのかまあまあそこそこ,こう元気なえ状態を保ってるかなというふうに思います。 だから高齢の方とこう一緒に住んでいる方は、えー、気を使ってこうクーラーを入れるようにするでもう体もすぐ冷えるので冷えたらすぐにこう消すようにするという、えー、その辺をしっかりこう見守っていく必要があるかなというふうに思います。ということで今日は、えー、無理せずクーラーを入れましょうということについてお話しさせていただきました。ででは今日ももいきまましょうどううどありがとうございます